はい、4月14日新競馬大会夜の部で、マスカラス選手とタッグを組んで、リズボンマスク引退試合を行いますが、実際マスカラス選手にお会いしてどうでしたか？そうですね、やはりこうやって雑誌とかでちょっとはお会いしたことがあったんですけども、いざタッグを組むとなって隣に座ってらしたらとても大きく見えてドキドキしてきました。本番、合体殺法なども考えると言ってましたか？そうですね、一緒にクロスチョップやパイパイアタックができたらもうリズボンマスクとして悔いはないです。では最後、引退試合に向けてリズボンマスクからメッセージをお願いします。はい、リズボンマスクラストマッチ、全力を尽くしてマスカラス選手とタッグを組んで、ラストを飾りたいと思います。ぜひ見に来てください。待ってます。